今は大樹さんになってみんなが多分良くなってる感覚がありますし、もちろんかつてはいないですけど、続けていけば必ずいいことが自分たちにあるっていうのはみんな信じてやれてると思います。そもそも長くやる気っていうのは自分の中でなかったので、どうしてもやっぱり5大リーグに行きたいっていう気持ちがあって、でまああっちでやっていく、うちにやっぱ自分がこのリーグでやりたいっていう強い気持ちっていうのが出てきて、まあイタリアだったんですけど、どうしてもそこに移籍したいっていうのが強くて。まあ、いろんな話っていうそんなにはなかったんですけど、まあ、そうした中でやっぱり、2020-21シーズンかないい個人としてもこれ以上ないような結果を残せたので、このタイミングでいけなかったらもうこれ以上ベルギーでやるモチベーションっていうのは自分の中でなくて、ってなった時に自分の中でもう一度アントラーズでプレーしたいっていう強い思いがずっとあったので、そっちを選んで、うまく鹿島もねタイミングがあって戻ることができました。小さい頃からこのクラブを見て育ってるので、このクラブでプレーする偉大さだったり、改めてこの番号を背負って水戸さんの偉大さっていうのは分かるし、この番号に対する思いっていうのはもちろんあるんですけど、そこに対してやっぱ自分なりに新しい40を作っていきたいっていう思いもあります。ずっとついていかれるの？22の時に大きなハムストリングの怪我をしてしまって、そこから真剣に体と向き合うようになって、筋トレとかではなくて、そのある程度の強度に耐えれるような準備っていうのは毎日同じことをやっぱりやるので、その日の体の変化っていうのは敏感に気づくようになりましたし、練習に対する準備っていうのは大きく変わったなっていうのは思います。よりハングリーになれたかなというふうに思いますね。まあ、少なからず僕がやったベルギーではまず目の前の相手に負けないっていうような、自分が生き残れるか残れないかの世界なので、ものすごいそこに対して刺激を受けましたし、もうよりもっと危険なプレーを選択するようには前よりはなったかなと思いますね。はい、やっぱ可能性少なくても通れば1点っていう場面ではより狙うようにしてますし、まあ、自分が帰ってきて感じたのは、そこへのパスがなかなか少ないだったり、そこへの仕掛けっていうのが少ないなっていうのは日本で感じてたので、それは思い切って自分がやるのが大事だなっていうふうには思ってます。はい。前回あ
Bébé, Arthur, no pain, hein. No pain. Mais on a qu'il va pas capter l'université. Vas-y, on est arrêté. Vas-y, on est arrêté.集合です。昼飯。昼飯集合です。俺ら共通して言えるのはあんまり食べられない。量が。量が。二人ともヒーヒーになってるんだよな。最後ら辺もずっと上見てこう。マジで食べない。ね。残さないからね。残しはしてるんだよ。やっぱお互い田舎で座ってるから。ね、出されたものは絶対残さないっていう謎の田舎あるあるだと思ってる俺らね。確かに。いつもこれ絶対使ってほしいんだけど、俺が冗談で太郎ちゃんより俺のかっこいいとかって言うと、いいよ俺モテるかなと思って今日けなしてた。いいよ、ゆうまくんよりモテるかなと。ゆうまくんよりかなってこと。いつも言ってるんだよ、後輩みたいな扱いしてるんだ、タロちゃんだけなの。お母さんありがとうございます。どうもありがとうございます。またお願いします。お疲れ様です。率直な感想で言うと若いなっていうのが、若いチームだなっていうのは、まあ年齢的にも経験的にも入っては第一印象はその印象でした。まあシーズン連れてやっぱり軽減っていうのはものすごい大事なものなので、その中で今僕たちはその経験っていうのを求めて追い求めてやってる状況なので、この若いチームがどんどん勝って経験ついたら面白いチームになるんじゃないかなっていうふうには思ってました。良くも悪くも俺と綾瀬で押し切れた試合が多かったかなっていうふうには個人的には思います。流れを無視してゴール決められるフォワードってのはなかなかいないので、彼に注意を引きつけられて僕もフリーになれた部分もありましたし、逆もしっかりやっていて本当に面白い時間だったなっていうふうには今振り返れば思いますね。とにかくレネが言ってたのはスプリントを増やさないといけないっていうには、ここが多分一番強調してた部分かなっていうふうには思いますね。まず嫌なところに走り続けることが相手にとって嫌だからっていうふうなバランスで、インテンシティの部分はものすごい求められましたね。はい、勝てなくなってきて、何のためのそこでインテンシティなのか、何のために走るのかってのがチームとしてなかなか共通認識を持てなくなっていて、正直な話言えばものすごい迷ってましたね。やっぱ押し切って勝つ試合はいいんですけど、押し切りが通用しなくなってきた時期がやっぱり突然どうしても来ちゃうので、まあ、そこからうまくチームが噛み合わなくなったなっていうふうには思ってました。監督交代っていうのは、まあ、慣れちゃって言い方おかしいですけど、俺多分ダントツ多いんですよね。多分ベルギーで代行入れて多分7人ぐらいやってるんで、そこに関しては結構、まあ、得意じゃないですけど、その監督にアジャストできるっていうのは自分の能力かなっていうふうに思います。今は大輝さんになってみんなが多分良くなってる感覚がありますし、昔の鹿島ではなくて新しいお前たちの強い鹿島を作っていこうっていう風な話は常に何人も出ます。選手をやる気出させるような言葉だったり話っていうのはうまいなっていう風に、やっぱり大輝さんのミーティングっていうのはみんなが話にのめり込んでしまう面白さがあるので、本当は俺にとって新しいタイプというか、まあ、こういう監督でやってみたかったなっていうふうな監督が大輝さんだったなっていうふうには思います。うまく離した鈴木優真、切り返し鈴木優真
こぼれ球決まった。リフレクションネットを揺らしました鈴木優真。真っ先に岩政監督の抱擁です。大輝さん含めて全員でこれから新しい攻撃的なアントラーズを見せようということで、非常に全員が耐え忍んで素晴らしいサッカーができたと思うので、これを継続して、ここからまた一丸となって勝利を目指していけるように頑張ります。まあ、チームとしては今非常に良くなってきてるなっていうのは思いますし、そこに対して新しいことをしてるからやっぱり結果は置いといてっていう立場じゃないので、僕たちはやっぱり新しいことをしつつも結果を残さなきゃいけない立場なので、個人としてもベルギーでやってた時に17リーグで、まあ、一番取れてたシーズンなので、自分でもそのくらいリーグでも取らなきゃいけないなっていうふうにはこっち来ても思いますし、まあ、もちろん自分が年齢的にも真ん中より上っていう立場になってきていろいろ考えなきゃいけないことはありますけど、それでもやっぱりそこの点取れる数字っていうのはやっぱりものすごい重要視してるので、そこに関しては本当に不甲斐ないなって思いますね今は。はい、自分の痛みを、なんだろう、まあ、最近に関して言えば、まあ、信頼するっていうことかなっていうふうに思いますね。多分一番大事なとこ、やっぱなかなか綾瀬がいなくなって、まあ難しい状況の中で、こう、なんだろう、前線は自分がやらなきゃやらなきゃっていう気持ちがどうしても先走っちゃってるなっていうふうには個人的には思いますね。はい、優勝経験ですね。はい、これは優勝した選手しか分からないんですけど、ものすごい成長させます。1段階も2段階も選手としての能力を上げるような、まあ、ものじゃないですけど、ことなので、これは早く経験すればするほどいいなっていうふうには思います。はい、フォーカス、どうしたらチームをうまい方向に持っていけて、どうしたら自信持って、どうしたら優勝できるかなっていうことは結構自分の中では考えていて、やっぱ優勝っていいものなので、どうしたらこう優勝できるかなってことは今に限らず常に考えてフォーカスしてることかなと思います。天皇杯ですかね、一番の大きな目標は。天皇杯取れればまた違ったシーズンだったというふうに思うので、この天皇杯に向けて、まあ、もちろんリーグ戦もしっかり勝っていって、天皇杯が大きな目標でやっていければいいなと思います。